先ほどの流れで3弦に残った2の指をスライドしてきて、次のここの全制覇の F メジャーセブンを押さえるんだと。だからここは全制覇なんで、まあ当然制覇1制覇1ということになりますが、普通はですよ、この形状を押さえるんだったら薬指の方が床で中指の方が天井側に来るのが通常なんだけど、イレギュラーなんですけど、この中指と薬指の天地を入れ替えています。でそれはやっぱり前後の流れによってということなんですね。まあこういう展開ですよね。そうすると次がというふうに薬指がまた同じ弦で共用できるんですね。で薬指小指がそのままの形状でまた使えるというふうに、指のその連続性というのが随分担保できます。2、3です。またすぐ2、3、4。で次の00はポジションを変えないで人差し指薬指を拡張し、そうするとハンドポジション1ポジションで2弦4弦1弦3弦2弦4弦と行ったり来たりすることができます。一番最初に先ほどの運指で押さえた、で薬指で着地する、ここまではいい。でもう一つの方法なんですけど、最初の押さえてしまう形状の時に薬指を5弦2フレットに入れてしまう方法もあります。使わないんだけど、そうすると押さえた状態の薬指をスライドさせて次の形状に入れてくることができるので、安定感はがぜん増しますよね。で持ち替えという点でも少しやりやすくなる。ただ欠点はっていうスクラッチノイズが出るデメリットがありますよね。それなので私はその準備は抑えるという準備はしないで、まあ言ってみると空中待機のような感じでこう入ってくる方法の方をお勧めします。で3、4、2と入ってきまして、ここなんかもこういう風にばらけて入ってくる練習ができてるといいですよね。で親指も腕も全体もしっかり動くポジションチェンジとしてここの入れ替わりを行っていただきたいと思います。そして2弦の1フレットを押さえてくる段階で制覇を作っていただきたい。で半制覇は、通常のグリップから DIP 関節が潰れた形状の半制覇。出だしはもうこれ 1、2、3 ポジションで弾くことになりますよね。でもうすぐに3拍目に 2、3、4 ポジションに移動することになります。そうするとご覧の通り何の迷いもなく、もう決まったところで決まった指が自動的に出てるように見えると思います。で2小節目で単音を弾くときは IM を中心にオルタネートをしていく。でハンドポジションを変えないでPIP 関節から指を伸ばしていってコンバートすることができるんだというのはさっきお話した通りです。で2本コンバートした、中指は1本コンバートしているというふうに考えますと、